インド陸亀族は、動物界積作動物界、波中高亀目陸亀科に含まれる族。インド北東部及び南西部、インドネシア、カンボジア、タイ、中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス属名。インドティストドは、インドの陸亀の意で、このインドは、現在のインド共和国ではなく南アジア広域を指す、インドや、東南アジアの旧所である東、 インドに由来する。最小種はセレベスリクガメで最大高長27.2センチメートルとされる。廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると細長い。これにより木の根元や岩の隙間などに潜り込みやすくなると考えられている。第2、アバラカンパンは第5から7円カンパンに接する。左右の第12円カンパンは融合する。廃坑や復興に 蝶津街がない。頭部はやや大型で、上顎の先端は針状に尖る。肢は頑丈で、前肢は梱包状。腰体は廃校がややドーム状に盛り上がり、上から見ると円形。また後部円管板の外縁がノコギリ状に尖るが、成長に伴い突起は消失する。繁殖期に粉炭や目の周辺がピンク色になる。以前は陸亀属に含められていた。 各 DNA やミトコンドリアの塩基配列による分子系統学的解析から地中海陸画目属やパンケーキ画目属と単系統群を形成すると推定されたが、ミトコンドリアの全員塩基配列における最大節約法及び最優法での分子系統学解析ではパンケーキ画目属、地中海陸画目属より分割されたヘルマン陸画目属や四つ指陸画目属と 単系統群を形成すると推定されている。以前は、セレベスリクガメがトラバンコアリクガメの異入個体群で、あるとして、セレベスリクガメのシノニムとされていた。しかし形態や、ミトコンドリア DNA のチトクロム B の分子系統学的解析から量子を別種とする説が有力とされ、さらに系統解析では、エロンガータリクガメとトラバンコアリクガメで単系統群を形成すると、 推定されている。エロンガータリクガメを除いて、常緑性熱帯雨林に生息するが、エロンガータリクガメは、熱帯モンスーン気候やサバナ気候にある、落葉紅葉樹林に生息する。植生は、植物食傾向の強い雑食で、植物の葉、花、果実、タケノコ、キノコなどを食べる。繁殖形態は卵生。1から9個の卵を産む。生息地では、 食用や薬用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用や薬用、ペット用の乱獲などにより、生息数は減少している。ペットとして流通することもあり、日本にも輸入されている。トラバンコアリクガメは固有分布するインドでは、法的に保護の対象とされている上に、主な生息地が保護区に指定され、またインドは、 爬虫類の商業的輸出を1970年代からほぼ禁止している。そのため残り2種の野生個体が主に流通する。流通する2種は野生個体の流通が多いため流通時に粗雑に扱われたり、寄生虫や幻虫などにより状態を崩した個体が流通することもある。ありがとうございます。